本日のセミファイナルストロングヘビー級王座前哨戦タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーチームヘビーメタル180cm 93kg 石川慎也ストロングヘビー級王座次期挑戦者177cm 77kg 窓かー赤コーナー 174cm 96kg 佐々木義人BGW 認定世界ストロングヘビー級チャンピオン 175cm 120kg 関本大輔射時間5分経過
勝者マドカ。セミファイナルストロングヘビー級王座前哨戦、マッチ30分の交渉、15分13秒マドカ選手の勝利です。狙い通りですね。前回、篠尾選手がね、もう真正面からぶつかる試合して丸め込みの一発もない真っ向からのぶつかり合いっていうのをね見せてくれたんでね、僕はねその逆を行く。はっきり言ってね、僕みたいなフリーの選手がねまだこんなチャンスいつ巡ってくるか分かんないですからね、僕は真っ向勝負なんてしないですよ。僕ができることすべてやり尽くして丸め込みだろうがねえ、なん奇襲だろうが何でもやってやりますよ。何でもやって関本大輔からあのベルトを奪って、そしてこのプロレス界もっと駆け上がってやりますよ。このチャンスをね逃すわけにいかないんですよ。何だってやってやりますよ。卑怯でもいいですよ。会場中的に回したっていいですよ。絶対にあのベルト奪ってやりますよ。やる気だなあいつ。俺も今日で燃えてきたよ。後楽園でくちゃくちゃにおっしゃる。8月後楽園であいつをくちゃくちゃにおっせ完全防衛だ。今日で完全にスイッチ入ったね。後楽園で完全にあいつの心をへしょってやります、皆さん見に来てください。